しまった、宿屋の画面に袋をかけたまま忘れてしまった。いや、あー、今回も袋アイテムありか。町のベンチで50ゴールド拾ったんだ。え、それで行くなら戦士、僧侶、魔法使いの3人がいいぜ。鍵が必要ね。バコタだ、バコタ。キメラ、ピアノは弾けない。そして道具預かり屋さんという最も役に立たない人。あ、ゴールド銀行になってる。100ゴールド単位だ。へえ。1000ゴールド単位じゃなくなってる。得点くれ。幸せの旅セット、ということでね、幸せの靴までもらえちゃうの。それはちょっとやりすぎじゃない？で、ルイダの酒場、上に参ります。ね、決めるときは呪文を使える魔法使いや僧侶がいるかと大きな分かれ目になる、ね、戦士、武道家、商人など攻撃力と体力の高い仲間もいいだろう。魔物使いや盗賊のように器用に戦えるメンバーもいいぜ。魔物使いね、命の木の実。アイテムはないの？出た。にゃーん、にゃんじゃん。アイテムじゃなくて猫に話すかよ。なし。勇者が天に選ばれたものなら、賢者は神に選ばれたもの。厳しい修行を積んだ者だけが賢者になれるぜ。武器と防具といった装備品が重要になる、ね。必ず装備を確認するんじゃぞと。力が強い、仲間には武器を、そうでないものは防具を優先して買うと安定するじゃろう。袋って便利だよな。これほんと便利。初代はね、なかったんで、きつかった。さあ、それでは、行きましょうか。それではね。まずは、はい。盗賊のクマさんを。職業は、盗賊です。ルックス A です。ははは、GG。 ちょっとこのバンダナが A と思い出すね。で、ちょっと中二病の感じで髪の毛の色、これこだわりすぎるともうね、わけわかんなくなっちゃうんで、あんまりね。6種類の種、自分でやりますよ。力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 。声。ちょっと声を聞く。ああ、なるほど。音話なの？俺の知ってる音話とは違うんだけど。これはちょっと意地悪っぽさわかるけど、音話が俺の知ってる音話とは違うな。クール。はい、一緒に行こうか。あ、トロフィーゲット。さあ、そしてね、魔物使い、ね、もう今回のメンバーは決まってるんで、魔物使いのね、ケモナーを連れていきましょう。ということでね、ケモナーはルックス B です。単発。ちょっとね、髪の毛が白でかぶってしまうんで変えましょう。青にしようか。青。種の使い方はどうしますか。
まあ、3。熱血のようですね。身の守りと力、運の差が上がりにくい。運の差なんかいらねえんだよ。ちょっとエロさを感じる。サバサバかな、性格的にキャラ付け的に。さあ、そして最後は魔法使いですね。美咲ちゃんですね。ね、俺のフルネームはね、美咲修也なんでね。まあ、自分です。で、最後の一人はね、魔法使いか僧侶か迷ったんだけど、おそらく、まず、ファミコン版と違って、アイテムがいくらでも持っていけるんで、薬草いっぱい持っていけばいいし、おそらくルーラーの MP も当時の8じゃないと思うんで、勇者のホイミだけどうにかなるだろうと。なので、攻撃力に向けた魔法使いでいいと思ってる。で、女の子ですね。リボンでかっ。まあ、これがやっぱ、ドラクエの魔法使いのイメージがあるけど。これでいこうか。そして髪の毛。服が緑なんで緑は合いませんね。赤にしようか。自分でやる。さすがに、魔法使いに力はありえないんで。今作は攻撃魔力とかあんのかな？よくわかんないんだけど。体力がちょっと低すぎるよね。パラメータアップ率がクソだったんで。リセットです。ちょっと悪いね。こうね、こうなっちゃうんだよね、このゲームは。体力もちょっと上げたいよね。体力低すぎて役立たねー。ね、現在賢さが14で、全部3上がったら15。じゃあ、24か、26ぐらいは欲しいよね。きつ。お、来てる来てる、332。オッケー。目標を達成したということで、残り1個はちょっと体力、スタミナ。頼む。3、3、はっ。ま、妥協！妥協！ツンデレってないの？ねえ、ツンデレのイメージなんだけど。じゃ、じゃじゃ馬か。じゃ、じゃじゃ馬で。よし！パーティーオッケー！商人は必要な時にね、呼びますんで。商人の名前が何になるかお楽しみに。ということで、ルイダさんにも話しかけときましょう。いらっしゃい。ルイダさんにはボイスがあるんですよ。この時が来たのね。あなたが生まれた時のことはよく覚えているわ。体操入ります。私もまだ子供だったけれど、もうあれから16年も経ったのね。さて。知っているとは思うけど、ここにはあなたの旅を助けてくれる僕。そうね。これからはさん付けで呼んだ方がいいかしら。ここはルイダの店よ。ルイダの店って言われると違和感あるよね。ルイダの酒場だよね。はい、というか。ネルセンだっけ？ドラクエイレブン。ちょっと、あれって思った。デフォルトで用意されてる。いやー。デフォルトで用意されてる仲間、おっさんとじじいしかいねえ。こんな誰も連れてかねえよ。ねえ。おっさん、じじい。
おっさんですよ。こんな女主人公一人でこの3人連れてったら大変な冒険になりますよ。探すってどういうことや、うん、お助け機能。何これ。同じセーブデータにある他の冒険の書とキャラの貸し借りができるんだぜ。ほう。誰か別のパーティーでって自分だけでしょ。別に誰連れてもしょうがないんだけどね。まあ、最近はあまりね、家族でとか友達ととかがないからね。うん、まあ、準備 OK ですかね。全然 OK じゃねえ。今、スタートボタンでメニューを開けようとした。装備装備。はい、ということで、なんもねえな。旅人の服。幸せの靴は、これどうする？これありで行く？ありで行くと多分クソ楽になっちゃうけど。棍棒装備できないんだ。全然ないね。全然ないね。さあ、お金180貯まった？ギリギリ貯まってない。さあ、宿屋の壁の袋に50ゴールドっつってたんで、それをパクリに行こう。壁の袋どこだろう。ちなみに聞いてみようか。泊まるわけねえだろ、自宅あんのに。これか、あった。でかい。足りた。どの剣かな。川の鎧か銅の剣なんだよ。正直ね、中途半端な装備買ってもゴミになるだけなんで、最強装備買わなきゃ意味がない。まあ、どうせすぐね、持ってるし、他のやつ装備できない。使い道がない。こんなもん買うか。自分だけ銅の剣持ちやがって。盗賊とね、魔物マス、魔物マスじゃないけど、魔物使いは装備できない。いやー、次の村行ってから考えよう。はい、ということでね、準備完了です。ではね、セーブをして、はい、ということでね、今から行くわけですが、ここで、早速リセマラタイム、ね、ということで、得点等でもらった種のリセマラタイム始まります。妥協点、おそらく1、3なので、4個で10。力の種、4個で10。素早さの盾、種8。命の木の実が4、6だったら、20。不思議な木の実は、ちょっと待ち。勇者に使うか魔法使いに使うかが決まってないんで、ちょっと待ち。素早さでも、4個で8です。ということでね。リセマラタイム。いきなりのリセマラタイム。ではまず、ね、全部勇者に使うんで。4個で10。3。初手で3上がったらセーブです。ね、一回でも、リセットされたら、そっからカットになると。ね、初手さんはもうセーブですよ。連続来た！カットなしでいけるか。
なしはないな。だって全部3ってことでしょ。もう6上がったんでね。22で許せるけど、3欲しいな。1! 次3じゃなければリセット。ダメです。はい、ということでね。ここからはもうカットされてる可能性もあると思っておいてください。はい、ということでね、初期ヒットポイントがね、強さはここか。ヒットポイントが17だったんで、20増えたってことは、もう倍以上強くなってるんで、ね。ここで、まあ、リセマラ、種選別をしないと話に、ね、ならないぐらいの力の差がありますんで。それではね、力の種で上がった分、回復してないみたいなんで、一遍寝て、やっと旅立ちに出れます。いや、そういう技じゃないけど、ちょっと待って。ちょっと待って!寝させて!町から出たら寝させてくれるか?連続で寝させてくれないとは。ということでね、初マップ。ですが、寝る。俺寝る。まあ実際17でも問題ないんだけどね。もともとレベル1って17だから。よし、帰る。ああ、よかった。よし。さあ、今度こそね、本当の冒険の始まりに、行くぞー!で、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 かーん、で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 。なんか光ってる。何これ?薬草、毒気、スタミナの、そういうことってあるの?おう。まさか、普通にフィールドにアイテムが落ちてるとは、思わんかった。そして、メニューを開くのをここを押しそうになっちゃう。旅人の服もう一個あるやん。さあ、幸せの靴装備してみよっか。運の良さ、50アップ。俺は過去のドラクエ3で幸せの靴を手に入れたことはないです。第一村人発見。強くない?そう!ははははは。レベル1の火力じゃねえけど、ね、通常スピード遅えな。どっかで帰れないか。あった。遅いね。早いぐらいにしてみようか。はあ、メラ強いな。ならならなんなん。さあ、成長率は?え?ちょっと行かれてない?え?これレベル1から2のパラメータアップじゃねえだろ。ヒットポイントプラス25って頭おかしいんじゃねえの?え?何が起きた?この成長率行かれてない?いや、初めのさ、命の木の実ブーストとかそういう事件じゃないぐらい、ありえねえぐらいのブーストなんだけど。体力11だよ。何が起きた?運の良さ?え?こんなレベルで上がったらもうね、レベル3、40くらいで999いっちゃうけど。お、ベラ。ちょっと行かれてない?成長率。ドン引きなんぐらい上がったんだけど。地図ってどこで見れるんだろう?三角?四角?あ、四角だ、地図。あ、もうこれダッシュか。遅えなと思ってダッシュしないかなって思ったらもうダッシュだった。いやー、ちょっとドン引きなパラメータアップ率でしたね。で、レベルアップで上がった分のヒットポイントは増えてるね。完全回復なのかどうかはちょっとわかんない。ほら、後ろを狙うのやめろ。強い。メラー、あれかな?やっぱ魔力あんのかな?
あ、普通だ。さっきのマジ何だったんだ。はい、うわ、全然上がんねえ。ちょっと待って。上がらなさすぎだろ、これは。素早さなんか上がったって役に立たねえんだよ。ヒットポイントと力上がれよっていう。でね、今作は、もともとのね、仕様は素早さの半分が守備力だったんだけど、身の守りって増えてるんで、今作はその仕様はなしだね。あと止まってても時間過ぎんのか。いやまあいいや、次の村行こう。さすがにレベル1から2のイカれたパラメータアップ率はやばかったね。はい。ぶっちゃけ超早いぐらいでいいっすね。俺もうレベル10ぐらいの強さあると思うんだけど。ドーピングの力ってすげえ。さあ、魔法使いは早くギラぐらい覚えてほしいね。おっと、これまたヒットポイント。お前はちょっと MP がいかれてるんだけど。29から54って。上がりすぎだろ。まあ、賢さドーピングしたから、まあこれはわからんでもないか。ねえ。でも俺は体力ドーピングしてないからね。身の守り、と力とヒットポイントしか上げてないからね。あ、で、レベルが上がると、おっと、完全回復してらっしゃいます。これだいぶ楽だね。あと、種が普通に落ちてんだけど、そんなドーピングアイテムまみれでいいの？まあ、まずはレーベに行きましょう。くそ、強敵だらけだ。うわぁ、オオアリクイ強くね？オオアリクイめちゃくちゃ強くね？ちょっとアイテムも勝手に使うの？ほら、オオアリクイ硬すぎひん？ 35 与えれるやつに12しか効かなかったんだけど。おお、えげつねえ成長率は続く。キメラの翼。お前キメラじゃねえ。カラスだろ。魔物使いのレベルアップがちょっと遅すぎるね。ちょっと、装備を。幸せの靴。レベル1は弱すぎるんで。強さ、強さ。次のレベルまで分かる。ゼロ。ね。今27、28、29、30ぐらいか ?27。もしかして止まる？敵と戦ってレベル上げないと経験値止まってるな。早くギラ覚えてほしい。全体攻撃。ねえ、素早さ意味あるんですかね。素早くても敵に先制されてないって気がするんだけど。獣レベル2になったよ。うん、普通、ちょっと盗賊のパラメータアップ率やばくない？性格なんだっけ？わんぱくな性格。早めに性格変えたいね。成長率やばかったんで。そして、めちゃくちゃ魔物使いはレベルアップまでの経験値が高い。まあ、勇者の方が高いはずだけど、勇者はあれのおかげでね。ちょっとうまいこと幸せの靴を割り振ってレベル上げていきたいね。